クワル役を演じさせていただきました渡辺圭介です。今日はですね、ブレイブの魅力を存分にお伝えできるように努めてまいりたいと思います。よろしくお願いします。先日ですね、SNS の方にダイレクトメッセージがこう届くんですけど、企業さんからこんなんやってもらえたらこんな報酬をっていう案件が割とこう届いたりすることもあるんですけど、昔ちょっと長かったんですよ髪が。多分それを見て勘違いしたのか、僕に割とイクニューブラの案件がずっと来るあのことがありまして、なんでなんですか、これはやるべきなのかどうか。仙台、地元仙台で天下取りたいですね。今は現状サンドイッチマンさんが今天下取ってる状態なんで、東北全般がねもう取っちゃってましたけど、そこからちょっと、仙台といえば、仙台といえばの顔になりたいなっていう、はい、いいことですよね、はい、あんなにナチュラルに脇汗かいたことないかも。もうすっごい怖くて本当にそんな怖かったんですね。わかります、びっくりしましたね。それはぐらいの圧力というか、みんなで撮影後にご飯食べに行ったことですかね。何を食べたんですか。何をですか、タッカンマリ食べましたね。タッカンマリ、そうですね、韓国、みんなで、そうです、韓国料理食べに行きました。その後はみんなで、卓球とかカラオケのあるところに行きました。楽しかったですね。楽しかったですね。いろんなそうそうたるキャストの方と一緒できるって喜びもあったんですけど、言ってしまうとこう立場的には敵になる僕も招いてくれた新田真剣佑という男の子どこぎに、器の大きさにちょっと僕はね一番の喜びをもしかしたら撮影を通して感じたかもしれないですね。なるほどね。そうですね、小田さんいいですね。そうですね、変化見てください。ありがとうございます。いや動きが